じゃあ、はい、ハッシュタグ決める続き。はい。じゃあ、ハッシュタグ決めます。いや、パチパチ。ハッシュタグ決めるよ。イェーイ。イェーイ。でも、だから、ごじゃコータはちょっと他のラジオと被るよ、これ。俺っぽさで行くんだったらひらがなじゃない。だって俺、打ちやすいあんまりひらがな。そうだよね。英語だとちょっとさ、俺ら別にアメリカ人仕様で iPhone いじくってるわけじゃねえからさ。そうそうそう。パソコンでやってる人はこっちゃガタガタガタってすぐできるけど、ただスマホでしょ、みんな多分。ミスりやすい気がする。だよね。うん。うん、ひらがなの方がいいんじゃないですか。なんちろ私たち日本人ですから。ジャパニーズ。そう。どれがいい、だってただの小沼コータだけだと普段と変わんねえじゃん。だって確かに、しかも俺のこのコータが iPhone で最近では変換できるけど、これ多分 Android 出ねえな、このコータ。そう、いやでも、確か俺最近は自分のやつはこういっぱい変換してっからすぐ出ちゃう、ピャッて、じゃあなんと、なんだろうな、かすみちゃんの好みどれ。ああいいいい、名付けの親小沢かすみですって。何だろう、イヤダムラジオがいいけど、でもパルルンカあった方がいいんですかね。パルルンカいる？あった方がいい。パルルンに全力でこう寄せるか寄せないかの話でしょ。イヤダムコータラジオは長い。長くね。長いっすか。いやどうもコータラジオってハッシュタグだけで、いやどうもコータラジオ、うん、11文字使っちゃう。しかもなんか伸ばし棒 2個あるの嫌だな。うん、うーん、なんかこのさ、俺の名前でもいいさ、このやっぱ伸ばし棒のいやどうもって使ってんの俺しかいねえからさ、このいやどうも、いや俺の名前の代名詞にもなんじゃねえか感は俺はあんの。うん、うん、いやどうも使ってさ、もうイコール俺みたいな。うんうんうん。いやどうもって。どう？いやどうもラジオだな。いやどうもラジオ。お、どうですか、小生。でも俺自分でいやどうもラジオいいじゃんつって、自分のやつなんか採用されるの、ちょっとなんかこっぱずかしくなっちゃうね。うん、なんとなく。あいつなんで結局なんか募集してる、自分で決めるんじゃんみたいな。いや、俺は、なんかその、例えば、じゃあなんか冠番組もじましょうって言ったら、今だったら絶対いやどうもラジオって名前つけっから。うん。そう。うん。じゃあいやどうもラジオか。でもいいな、自分のハッシュタグある。いいでしょ？作ろう、かすみちゃんのも次。やったー。うん、作ろう。次はじゃあ生配信で小沢かすみのハッシュタグを作ろうだね。じゃあいやどうもラジオにしよう。いやどうもラジオにしよう。よし、決まり。イエーイ。だって、いやどうもチャンネルやってんだから、それのラジオバージョンって分かりやすいじゃん。確かに、確かに。びっくりマークはつけるんですか？びっくりマークつけると多分、ハッシュタグ終わっちゃうね。確かそこで。あ、そっか。うん。ハッシュタグだから。そう。いやどうも。で、多分、いやどうもでびっくりマークつけちゃったら、多分そこでハッシュタグがいやどうもびっくりマークで終わっちゃうのよね、確か。なるほど。うん、読まないよね。うん、ちなみに、びっくりマーク、正式名称なんていうの、かすみちゃん、教えて教えて。X なんとか。違いました？それ貼った？合ってるよ、合ってるよ、合ってるよ。合ってます。X トラなんとかみたいなやつ。よーし、これは。いいぞ、今ので視聴者稼げる。何？小沢かすみのびっくりマークの正しい発音。え？え？びっくりマーク。ないですよ、ポンコツがもう出まくってるんですから、このチャンネルで。そうなの？そうですよ。びっくりマーク？こういうキャラじゃないって思ってたって言われますからね。マジで？はい。びっくりマークの正式名称、小沢かすみ言えない系について。答え教えてやれ。エクスクラメーションマーク。お、惜しい。そう、エクスクラメーションマーク、ね、惜しかった。英語的に発音するとどうなんだっけ、エクスクラメーションマークなのかな。
じゃあ、というわけで皆さん、次はいざ、今日が7月の2日に生配信だから、7月6日だね。7月の6日のラジオからこのタグを使おう。おいいですね。じゃあ、いいじゃん。これ専用のタグ。エゴサすぎるよ、このとこ。よっふーいって。どうするそれで誰もつぶやいてなかったら。泣きましょう。泣いちゃえ、俺。うん。まあ、大丈夫。少なからず小生が一人やつつぶやくから。じゃあ、私もやる。うん、やってやって。ああ確かに大事だ。うん。やったー、まあ、ラジオ。わあ、そう考えていくと、コンボックス、ディグトラックス、火曜日じゃなくて、いや、どうもラジオ、火曜日始まりました、にしたいね。今日も、いや、どうも連発しちゃうよー、つって。来週の茨城弁もお楽しみに。来週何にしたっけな、俺。あ、来週俺何にしたっけな。そう、テーマはね、時期にあったのにしたんで、楽しみにして。毎週楽しんだ、3時間喋るのが。はい、じゃあ、ということで。なんだよ？いきなし終わっちゃうの、うん、そうだね、もう11時だし。ちょうどぴったし1時間。いいね、はい。時間守れるようになってきた。ちょっとだいぶ。そんなにやってたんだ。え？だいぶ音が悪かったり、映像が止まってたりしてたけど。あ、そうですね。今日とりあえず皆さん、ちょっとね、まあ、公開されてる時には、それなりになってそうですね。生配信見てくれた人は、ちょっとね、見苦しい場面も多々あったかもしれないですけど、これはもうごめんなさいとしか言いようがないので、大変申し訳ございませんでした。悪気は全くございません。うん。はい。というわけで、じゃあ、無事、ハッシュタグ、ありがとう。